どうも、ピアキングです。ヘリグラスを出すよ今。やべえこの声、犯罪者みたいな声。まあこれをするためだけにわざわざドンキまで行ってきましたよ。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。マリオロストヒズピザトロールバージョン2。このコースは珍しくですね、水中コースなんですよ。もういいってそれ。まあこのコースを訳すとマリオはピザをなくしたということですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.95%。 いや水中のトロールなんてどんだけぶりだろうね。マジで1年以上やってないかもしんない。そんくらいね、水中のトロールっていうのはなかなかないんですよ。さあ始まった。どこに行こうか。なんか右か左、まずどっちかなんだけど、まあ左のハテナ叩きたくなるよな。そこを閉じ込められた。スター、いやここスターいるって書いてるもんな。いやワンチャンあるかもしれない。この上はいけない。じゃあこの上はスターの方もいけない。じゃあ右の2つどっちかからスターでいけるみたいな、そんな感じなんじゃない。左はいけないで右もいけませんね。開幕放題や。これなんかテンポ悪くなりそうだね、水中だから。ごめんね、トロトロいっちゃうかもしんない。さあここで放題が来るのが見えて、ここでスターを取っていけっちゅうくるけ。スター出してスターよ。誰だから。まあたまにはいいんじゃないんですか、テンポが遅い実況っていうのも。僕の動画いつもテンポ早いような気がするから、見てる視聴者さんに優しい動画になると思いますよ。さあこのパワーブロック発動していいのかい。発動して上からイヤイヤしたからだ、こっち以外にない。さあ上につららがあるのが見えた。水中のトロールコースなんてさ、マジでめったにないから全然読めないね、何が来るか。ここも下から行っていいと思う。それとも上から、僕は下から行きたいと思いますよ。なんで僕は今下から行ったらいいと思ったんだろうな。ここどう考えてもいけないじゃん。じゃあ、水中ではあんま変わんねえかもしれん僕の動画。いや穏やかに行きたかったのよ、この BGM と同じようにさ。このドクロリフト乗った瞬間左に連れて行くんだろ、分かってる。だから乗った瞬間上に行く。いや何もしてこないで。いやーこれでよかったのか。さあさあ次の場面に行きますよっと。うん、上に何かヒント書いてないか。ドクロリフトによって左上にブロックがあると、そこを叩けということなんだね。ここに行ったらやられれる。なんだこれ。分かったよみんな、穏やかにやっていきたいなら喋るスピードを遅くすればいいんだ。なになに、あのドクロリフト今さら発動しやがって。でももう満体ファイヤーを立ってこれたよ。うん、スコールを壊せたけど水中で火が出るってすごくないか。今さらそんなどうでもいいツッコミはやめておこう。さあチェビになって、あのバネに乗って右上のハテナブロックを叩きに僕は行くよ。これはなんだい、邪魔だ。いや待てよ、水中で緩やかにやっていくっていうのはどんな実況者でもそうなる普通のことなんじゃないか。このチャンネル普通でいいわけがないよな。だから見てるみんなが疲れるぐらい世話しなくやっていこうじゃないか。ここは右を失敗でいいっていうことが分かった。さあ次の罠はどこだい。さあ急げ急げ、ここは30コインを取って右にダッシュしていこう。なんだこっちに来ないのか。まあ、こっち来る。やっぱ来るよな。でも余裕だったよ。このタレのかかってないみたらし団子か。いや今何も変わってなくなかった。ってことは僕は落ち着きのないやつなんでしょうきっと。でもこの水中コースこそが落ち着きを見せるチャンスだと思ってる。みんな見てて、こっから僕の落ち着きタイムだよ。中間が見えたぞ。ちょっと待て待て待て、そこのガリガリ、お前は赤木乳業に帰ったろ。いやどっちから行くこれ、上と下。いや下から行こうか、頼む。ヤッホこれ下から行くの、なんか行けるね。坂になってます。わざわざチビになる必要なんかないよ。オンしても特に意味はない。マジで中間取れたの嬉しいな。ちょっと酸素吸ってきていい。今からこのドアに入っていきます。そしてここ右に進んでいいでしょう。そのまま上に行ったらボムちゃんが爆発して、左上は何も関係ないね。え、ここチビにならなくちゃいけなかったんじゃないの、これ早くやらせてよ。え、ちょっと待って、これやられないやつなんじゃない。いや絶対そうだ。ってことは最初からやり直しだ。そもそもよ、これ上から行ったらどうなるか気になんない。いや取れるんかい。で、あ、わかった、ここでチビになっていけばいいんだ。そうするとさっきの場所がいけますみたいな。もう最初からやり直しとかそんなことさせんなって。もう中間取った喜びが台無しやんか。
バカ、もう分かったもんね。ここは上のバムちゃんに当たっていく。そうすれば先に進めることができるんだ。最高じゃないかマリ。優雅な海中水泳の始まりだよ。上の息圧はどうする？裏に何か隠してんじゃない？でも僕は取っていくさ。ちょバカだだだだだ。もうつい癖でさ、右を心配しちゃったって。え、これまだ最初からやり直し？俺さ、どうかしらやられてないかな？俺タイミングよく下に行けばやられますみたいな、そんな新体験であってくれよ。もう最初からやり直ししたくないんだ。ちくわブロック邪魔すんだって。俺絶対さ、なんかいいタイミングで行ける時が来ると思うんだよね。いや、最初からやり直しわざわざしなくてもいいような気がする。ダメだダメだ、身体救命士をダメだ。さあ、気を取り直して進んでいきましょう。じゃあここは杭が落ちてくるのは分かった。どっち行く？これ右行っちゃおうか。で、これ下から、うわ、床があるこれ。やっちまったか。おばあ、ついつい安全っぽい方に行っちゃうじゃん。ここは右を心配誰もがすると思いますよ。じゃあここは常に泳ぎまくりろ。ここで床を落としてすぐにあのとかに入っていこう。うわー、ハハハハハ、ほんといつも同じだって。リアクションが「うわ！」とか「うわ！」とか「うわ！」って言うさ、もう左行こうと思ったのにさ、お前なんで、お前こっち来んだよ絶対に。なあ、こっちや、あっ、いや、あっ、つまんねえね、つまんねえ。大体ね、日本語が難しすぎるんよ。僕ね、福岡住んでるんだけど、あんまり方言とか出ないでしょ。なるべくね、標準語を喋るようにしてるんだけど、なんて言ってるかわからない時あるからね、福岡の言葉だったら。それが難しさを増幅させてると言っても間違いではないですね。疲れるとかあるでしょ、疲れる。これもう終わった感じしかしねえだ。ちょっと待っておく。待っておいても何もない。疲れるとかいう言葉あるでしょ。もうこっちじゃ言わないから、めちゃめちゃ言いにくいんだよ。なんとかルーとか、なんとかだからみたいな。こっちだったらね、疲れちょうとか、疲れちょうちゃんねーとか、もうそんな言葉で終わるんですよ。これやり直し聞く、聞かねえな、なんだその言葉。よければいいんだろ、無理に決まってんだろ。ちったらここはオンオフをして先に進めばいいちゅうごだと思う。お前この場所で大丈夫なんだろ。もう分かっちゃっちゃんねー。さあ、この場所で待っておけばいいのけ。なになにこのピヨンは。ただでさえテンポが悪くなってる登録コース、そんなピヨンなんて鳴らさなくてもいいきさ。さあ、この下、いや上のピーの場所かな、どっちなんだろうね。まあ、こっちに行くしかないから、この先に進んでみようか。この場所は何やるんだい。何もないのか。ってことはまた砲台にやられる運命。いや、次こそ避けてみせるばい。200点満点。なんかもう標準語がさ、身に染みちゃってるから、方言を出そうと思っても意外と出てこないもんだな。いや、出したいんだけど、ほんとね、もうなんか癖ついちゃってるからさ、これ入れないの。え、ピー持っちゃったら入った、入れるじゃねえか。そんなビビらせんだ。そういやさ、いつかのショート動画のコメントに、腹立つから福岡に住んでねえくせに福岡の言葉出すなって言われた。いや、僕マジで福岡住んでるからな。その証拠に昨日博多駅にマフラー買いに行きましたよ。誰もクリスマスプレゼントくれないから、自分で自分のクリスマスプレゼントを買いに行きましたよ。ちゃんと真っ黒の無地のマフラーをね。これはなんだ、教員くん、てっきり魚が出てくるとは思ったよ。まあこんな話ばっかりするから、ピオキングは実況でも何でもねえって言われるんでしょうね。オープン叩く。うわ、下から、いや下から叩こうか。ブラパ、うわ、このドクロリート乗ったら連れて行かれるんじゃない、ブラパの方に。どうだ、バイバイキャー。もう私ちゃんと実況します、雑談なんて一生しません。じゃあドクロリート乗って、どうせ上に行くよな。パー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 ララパー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 ララパー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 ララララ、これは鉄球だよ。バーカーってたまりよ。左で逃げておけば間違いないと思っちゃうね。で、このパウも回収しておく、絶対いると思うよ後で。で、この鉄球はブロックを壊して先に進めるっていうことか。ちょっとバカお前出てくるの早くねえか。水中っていうことを加味してくれよ。左は、左は戻れない。うわ、また死に耐久みたいなとこあるっすやめてくれって。これ何、どういうシーン。あ、ここに当たれって感じで、ここは左、左を心配しても当たれないじゃないか。タイミングよく当たれっちゅう感じで、ここ、うん、意外と簡単。このお動画を見てるお皆さん、そろそろ僕お中間が欲しい頃なんです。さあついていこうか、急いで。これでお土管に入れましたわ。お中間は、お中間まだ見えない。あー、おばあさま、
を投げたのに。さあ次こそブラパを倒していく。そろそろ中間は近いはずなんだ。気を引き締めていけ。こいつはコインケで、このいやちょっと待って、ここ土管があるね。いやなんか見えるよね、青いのが。いやどっちだろう。いやまだやられてないよ。なんか土管入ったね。実はこっちが正解じゃないね。そこ見たってね。じゃあ上はただやられるだけっていうわけでもない。チェックポイントに、ってことはさ、あの土管に入ったらチェックポイントにが待ってるみたいな。じゃあこの土管に戻ると何が待ってる。はっ、あいやいビビらせやがって。実はこっちの土管が正解みたい。はっはっ、何やったら。チェックポイントにをよこすんで、素直に取らせてくれるとは思えないけどね。せめて顔ぐらい見せてくれ。チェックポイント、チェックポイント、よっしゃ。しゃ、すぐ右だ、すぐ右、すぐ右で土管に入っていきます。いや中間 B まで長かったな。やめろやめろ、来るな来るな。これ下から逃げれないから。あ、下は足場あるね。しかもいい子じゃないか、あのキラちゃん。わざわざ自分からどっか行ってくれたんだね。で、オンオフをして先に進めと。ブラパはいなくなんないのか。いや絶対このブラパ来るよ。だからすぐ右で、すぐ上に行けようか。なんだ来ないのか。来てくれてもよかったんだよ、ブラパちゃんよ。これは下と上どっち行く。僕は下が怪しいと見て。下は何もない。さあ土管に入っていこう。いやそろそろね、マジゴールがあると思うんだよな。アイランアウトオブドアス、ドアから出たらダッシュしろみたいな感じかな。え、ドアとかどこにあった。これかな、こっからダッシュしますみたいな。ゴールが見えた。お前は邪魔だとけ。魚、ここの意味がマジでわかんない。アイランアウトオブドアでしょ。ドアがどこにあるのかって話なんだよな。まあ、いや一旦ここどうにかしていけないか試してみる。ここは上はいけない。まあ、どうせバーがあるからね。じゃあ一旦この場所で待機しておこうか。あ、わかった、あのスタッフトレッチことか。攻略を見つけたぞ。めぐるは武器の番だよ。さあスター様、こっちにおいで。スター様、もう全て理解したぞ。この場所で、この場所で待っておけばスター様が取れる。そしてこのまま右に行けばゴールができるってもんだろ。よっしゃなんか右のあれピオキングのマークの反対バージョンで見えない。いやこのコースはね、水中コースでマジでよくできたコースだと思うんですけど、やっぱ地上の方が楽しいわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。このコースにズルという言葉はありません。説明文にズルできたら9000兆円あげます。これでサムネを見る感じ、 P スイッチを踏んだら即終了っていうコースだと思うんだけど、どうやらコース名の通りズルは絶対にできないそうなんですよ。いやそこまで言われちゃうね、マリオメーカー配信者として絶対にズルを見つけたくなるよね。いやあるかな、ちょっとガチで探してみてっていい。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.31%。 まあこれでズルできて9000兆円もらったら、見てる皆さんに1億円ずつプレゼントしますよ。いや絶対する、9000兆円ももらったら全然するわ。じゃあとりあえずさ、この P スイッチを踏んで左で逃げれないか試してみていいかな。それでズルできない。ごめんね、僕ガチで9000兆円欲しいから、クリアするっていうよりズルを見つけるっていう動画になりそう、このコースは。でクリア率もさ普通に低かったから、めちゃめちゃ難しいコースなんじゃないかな。これ下いける、いける。じゃあこの辺は P スイッチを押したもせ。おいおいおい、これは P スイッチ踏んでいいのかな。ここさ、ブロックコインに変わらないってか、そんなんだんじゃない。とりあえず踏んで右で、ですよな。面白い、上等だよ。ここまで徹底してくるとね、ズルの見つけがいがあるっていうものですよ。これどこまでコイン変わるんかな。あの右のブロックの上に行けますみたいな。いけー、やったっかえ、なになに、何の動画これ。今までにやったことないことすんな。じゃあここは裏面だからゴールはないよね。でもここら辺もどうにかしてズルを見つけたいね。右に土管があるのが見える。とりあえずあそこの方まで行きたい。みんなそろそろ思ってんじゃないかな、このコースズルできないんじゃねえみたいな。僕もそう思っております。それでも絶対に諦めないぜ。それがマリメ配信者ってもんだろ。じゃあ問題の場所に来た。ここだよな。ここのブロックさえ変わらなければ右にピージャンしていけると思ったけど、頼む。はっ、いけた。ズル発見したぜ。いいんだ、タウンさん、ここゴールなんじゃない。なんだ、簡単にズルできる。ちょ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 、まさか。なにここ。
なるほどね、ここはズルできますよっていう期待をさせておいて罠を作るというめちゃめちゃ面白いことしてくれんじゃねえか制作者さんよ。じゃあここのピースイッチをかわして、いやこの辺はズルできないよな。じゃあ次の土管入っていこう。でここでゴール、あやっぱりゴールだよな。ってことはマジでズルできないんだ。いやそれでもあの罠を作るとかすごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。ちょっと待った、皆さん怪しいところがあったことにお気づきでしょうか。僕はね今のプレイで一つだけズルを見つけることができたよ。多分ねそれでね簡単に進めるんじゃないかなと思うんですけどね。まあこの場面はない、この次にあるんだよね。この次のあの土管のところがあるじゃん、そこに行って一旦ピーチャンして右に行くわ。やめてください。よし戻ってきた。ここの P スイッチを踏んで右の土管の方に行くんだけど、この上見て、右上に P スイッチが4つ、この上には2つ、そして左にも4つぐらいかな。でここの P スイッチ1個ともう1個あるじゃん、こいつらを一旦落とす。わかるかな、これで左に行けばピンスイッチがなくなってるから実質ズルしたようなもんじゃないの。ちょ、いやいいのか、これ上に行きます。ほらほら、ここの部分だけズルできたみたいだ。いやちょっと待って、これさっきより難しくなってない？なんでよ。ちょっともう一回やらして。ここでピンスイッチを踏んで土管の方に行きます。で左のピンスイッチをなるべく落としたいから、このピンスイッチが変わる前にこの辺からジャンプしておこうか。そしたら、いや結構落ちてきたよな。これもうズル確定なんじゃない？見て見て、ほら楽になってる。この辺だけズルできたよ。いやこれはズルと言っていいかわかんないけど、ズルはズルだよな。急成長へゲットだせ。みんな今度1億円プレゼント企画やるわ。どうもご視聴ありがとうございました。